おはようございます、はるあんです。今日は朝からフレンチトーストを作りたいと思います。はい、じゃあ移動だ。こんな感じでございますかね。まずは卵、はい、じゃあ割ります。ポキャンで軽くほぐしてあげて、牛乳を1カップ 200ml ですね入れて、さらにお砂糖も大さじ1杯ぐらい加えます。甘いのが好きな方はもうちょっと加えてもいいかも。はい、そしたらよく混ぜます。そしたらパンをこうやって持ってきて、今日は山形食パンの5枚切りですねを1枚浸します。今日はね、丸ごと食パン浸しちゃいますよ。一回ひっくり返してあげて、600ワットのレンジでだいたい30秒ぐらい加熱していきます。はい、30秒終わりました。よいしょ。電子レンジで少し加熱してあげることで、あの食パンにいい感じでしみしみになってくれると思うんだよね。よし、もう片面、このもう一つの片面を30秒また加熱します。よいしょ。いちごを1パックザルに入れて、よし。そしたら1つずつヘタを取って2等分にしていきます。フレンチトーストにさ、いちごのあのソースみたいなジャムがかかってたらすっごく美味しそうだと思いません？今日はそれをしたいと思います。2等分と、ちょっとお腹空いちゃったから1つ食べちゃおう。あ、美味しい。いちご入れます。ジャバジャバ、よいしょ。はちみつです。はちみつも入れます。おお、ダボーっと。いちごがつやつや、わー、すごい。はい、いい感じにグツグツしてきたので、最後にレモン汁を加えます。よし、で、こんな感じで煮ていけば完成です。ボウルに生クリーム入れます。ダーって言っちゃおう。ダバー、よいしょ。そしたらもはやもう定番のレモン果汁を加えます。これを加えると早く泡立ちます。いい感じに生クリームも泡立ちました。じゃあいよいよフレンチトースト焼いていきたいと思います。いきますよ、せーの、よいしょ。あんまり触らずに焼いていきます。じっくりじっくり、弱めの中火ぐらいね。いきますよ、待って、よし、せーの、おりゃ。おー、いい焼き色。はい、じゃあお皿によそいます。よいしょ。おー、見て見て、レンゲにのせてやりますよ。はい、のせます。レンゲのせってどうなのと思うけど、もうまさにアイスっぽくこうやってのせてあげます。おいしそう、やばいやばい。よいしょ。うわー、すごーい。よいしょ。ミントとか飾りたかったけど、でもないから、ちょっとトゲトゲだから。すっごく美味しそう。もうドッケドケでしょ。アイスみたいに生クリームが溶けてる。すっごく幸せなこの溶け感食べましょう。生クリームといちごソースをすっごくたっぷりつけて、フレンチトーストがすっごくふわふわでしっとりで、クリームがね、それを包み込んでくれて、そこにいちごソースの甘酸っぱさがズッキュンみたいな、すっごく美味しい。もうすっごいふわふわとろとろごくんみたいなもうね、飲み物のぐらいすっごく口どけがよくて、すっごく美味しかった。もう本当に美味しい。これカフェ開けんじゃないかなってぐらい美味しいです。
あのね、美味しいが止まらないです。簡単にできるので、皆さんもぜひぜひ試してみてくださいね。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。